坂本様。奇遇じゃのう、真田殿。驚きました。あれから会いに来てくださらないからお忙しいとばかり思っていたのに、まさか他の方と遊んでいたなんて。どういうことか説明していただけますよね。おい、これはどういう状況じゃ。なんで吉原なんぞに真田殿がおる。なんじゃそれは。その通りじゃ。やっぱりおまんは分かっちょるの。とにかくわしはここを離れる気。おいじゃの。できたのに。あまりあのお方を責めないでくださんすか。ただ猫を探してほしいとお願いしたのみにありんす。猫？そうでしたか。私とんだ勘違いを。そういうことなら坂本様に代わって私とこの方で猫を探してまいりましょう。その代わり恋についてご教授願えませんか。おや、恋の相談でおりんすか。この薄雲でよければ力になりんしょう。では吉原にいる猫を見つけてきておくんなんし、よろしゅうお願いいたしんすよ。そうと決まれば急ぎましょう。二人がかりならきっとすぐに見つかりますよ。早速参りましょう。可愛らしいですね。でも不意に姿を消して元いた場所なんて忘れてしまう。まるで坂本様のようです。坂本様は
なんだか大人になられたような気がします。顔立ちや体つき以上にどこか見えないところが。共に修行に励んだ頃、あの方のまっすぐな瞳に憧れました。けど今は私よりずっと遠くを見ていたのでした。さあ、鈴雲さんのところに戻りましょう。鈴雲、ちょ、動くな。なんて、ちょ、やっ、そのようなこと私が許しません。お前ら、部外者はすっごくな。ありがとうござりんした。猫を探してくれなんした上に客さんからも助けてくださんすなんて、先のお方の行いもわちきに消そうしなんしたゆえのもの。けれど花魁とて一人の人間、無理を強いても心は変えんせん。主さんも離れがたい相手なればこそ時に手を離す勇気がいるのやもしれんせんえ。でも不安なのです。坂本様は風のように自由なお方、手を離せば二度と戻ってきてくださらない気がして。あなたのおっしゃる通りです。弱音を吐くなど私らしくもありません。坂本様の妻として生涯を歩むことが私の夢。けれどあの方の夢は違うところにあるのかもしれません。昔より成長したなどと啖呵を切っておきながら、私は坂本様の成長を見つめることから逃げていたのでしょう。そのような卑怯な真似はもうやめにします。変化に怯えず今のあの方ときちんと向き合わなくては。いいお顔になられんした。ご縁が実りなすこと、まこと楽しみにしておりんすよ。
相手しよう。
誰？何の用？あなたも私と同じ志を持っているようですね。けど今はそれどころじゃないの。幕府の使いで？そう。あなたに話したところでとは思うけれど、他に頼れる人もいないし、お話ししましょう。私は楠本イネ。西洋の医学を学び、ここでコロリの治し方を見つけようとしていました。苦しむ人たちを見過ごせないので。けど他の仕事もあってなかなか先進できなくて、そちらの薬を作っていたらなぜか毒薬ができてしまった。とても危ない毒です。容器に封じておかないと毒の霧があふれ出てしまう。どこからか倒幕派がそれを嗅ぎつけたらしくて、私に作り方を聞いてきた。きっと悪用するつもり。断ったらこの医学書への嫌がらせが始まって、同僚はみんな怖がり逃げてしまったんです。今朝倒幕派から脅迫状が届いた。ここを襲うって。逃げるわけにはいかない。私が医学書を守らないと。いいの？わかった。ぜひお願いします。日が落ちれば倒幕派はここを襲いに来るでしょう。用意はいい？門はすべて塞いだから破るのに時がかかる。来るとしたらおそらく裏庭から。あなたのこと頼りにしている。でも無理はしないで。倒幕派が来ました。一緒にこの医学書を守りましょう。庭に毒薬の壺がたくさんあるわ。投げつけて追い払って。Yeah!
なんだ。先生、倒幕のためわし、あなた、この人たちを追い払って。なぜあなたが火星ではないっつね。ジェイス、おとなしくしてもらうまでじゃ。毒はまだ残ってる。私も手を貸します。Let's go.
しといてやるわ。出直しじゃ。おかげで助かりました。本当にありがとう。これでやっとコロリの直し方を研究できる。もう一つ頼んでいい？医者の楢崎昇作先生に会ってきてほしいんです。楢崎先生は戦犯の大獄で捕まり、今は牢に入っています。捕まる直前までコロリに効く薬を研究していたと聞きました。この医学書を立て直すには時がいる。その間に彼の話を聞いてきてもらえるとありがたいのだけれど、どうかお願いね。私はここにいるから、何かあれば来てちょうだい。大したもんじゃないが、受け取ってくれ。
おい、そこのお方、ちょっと手を貸して。呼び止めてすみません。ちょっと面白い話がありましてね。近くに住む本草学者がミイラになりたがっているんです。彼の代わりに必要なものを集めてほしいんですよ。ほら、あなたの腕前ならお茶のっこさいさいでしょ。おっと、こりゃしっけ。自己紹介がまだでしたね。私は須藤義蔵と申します。何、ただの噂好きの町人ですよ。世の噂や騒ぎを書き綴るのが好きでしてね。あ、ご存じない、藤岡屋日記というものを出版しているんですよ。とにもかくにもミイラになるにはあれこれと入りようだとか、学者さんの代わりに取ってきてくれませんか。何でも研究が正しかったと己の身をもって示したいんだとか。あ、いやはや、なんともキーなお方。それは頂上。あなたなら手を貸してくれると思ってましたよ。まさに旅は道連れ、世は情けってね。おっと、しっき、必要なものはこちらに書いておきました。私は学者さんにもっと詳しい話を聞いておきますから。私は珍しい品を商っていてね、危うくあいつらに奪われるところだった。あんたは命の恩人だ。好きなものを持って行ってくれとは言えんが、
見ていってくれ。きっと欲しいものがあるよ。いかがいたしましょう。他にご用件は？他にご用件は？ありがとうございます。またどうぞ。
けんなよ。そうだ、痛い目見ねえとわからねえようだな。上等だ。学者さんたちはよ。なんだてめえは。邪魔すんじゃねえ。命あってのものだね。来てくれて本当に助かりました。しかしいきなり襲われるなんて、なんという不運。それがさっぱり、学者さんも身に覚えがないそうで、誰かと勘違いされたんじゃないですかね。にしてもただものではないと思っていたが、これほどとは。やはり私の目に狂いはなかった。おっと、紹介が遅れた。彼が噂の本草学者ですよ。君が柿と塩を集めてきてくれたのか。礼を言うよ。わずかばかりだが報酬だ。受け取ってくれ。もちろん。そうだ、須藤さん、君の日記に記しておいてくれ。後世に機会があれば掘り出してみよと。書いておきますとも。あなたもご苦労様。袖振り合うも多少の縁、あなたとはきっとまた会いますよ。Thank you.